はい、ウィス、こんばんは、高之です。今日はですね、特に話すネタもないので、最近話題のね、遠藤チャンネルについてね、ちょっと考察していきたいと思う。ちょっと前までね、10万人行ってなかったんですよね。1ヶ月ちょっと前はまだ9万人台だったのが、今や13万人ぐらい行ったのかな。ちょっと今見てみようかな。16万4千人ですよ。すごい勢いでファンを獲得してて、遠藤信者なるものがね、コメント欄に出現して遠藤チャンネルをね盛り上げてるようなんですよ。で、まあ正直ね、遠藤チャンネルっていうのは私にとってのまあ敵でもあり、良きライバルでもあるのかなと思っております。はい。で、まあ私もね、時々炎上させたりするんで似たようなところはあるんですけども、まあ今日はね、ちょっとね、遠藤チャンネルのね悪いところを見せたいと思う。遠藤チャンネルね、以前のね、お亡くなりになった志村けんさんについてなんかいいコメントを言う動画ばっか残ってるんだけども、そのいい動画を出す前にね、とんでもない動画上げてるんだよ。そのね、要は消されたか消したかよくわかんないんだけども、遠藤チャンネルがね、ちょっとまずい動画を上げたのをね、ちょっとね見せたいと思う。今日は、何が脱落じゃ。で、そのニュースを聞いて思ったのは、ケンさん、おめでとうございます。何がおめでとうございますだ、お前。この面、うまいよ、ケンさん、セブンアップが。ふざけんじゃないよ。これですよ。これが遠藤の本性ですよ。これが本性です。これを出した後に、実際は志村けんさんはウイルスにかかって、お亡くなりになりました。で、その亡くなる寸前にね、この遠藤は志村けんさんに対して、お前最近人気ないよなとかって言って、このウイルスになったことを利用してもっと人気が出せるんじゃないかみたいなことを言ってました。で、その後また志村けんさんがお亡くなりになった後はね、またコロッと変わって、一緒に、最後の晩酌しようみたいな話で、ちょっといい話に変えてたんですよね。彼はね、人をね、マインドコントロールするのがうまいんですよ。本当に。だから信者なるものが現れてるんです。おい遠藤、お前の本当の本性はどっちなんだ？なあ、返事しろ、おい。それとね、ちょっとね、面白かったのがね、最近ね、遠藤チャンネルね、まあ私、なんだかんだ遠藤チャンネルのことを、
こう、馬鹿にしたり、カツ入れたりね、してますけど、なんだかんだ言って、遠藤チャンネル、登録してます。登録してて、しかも、通知オン。意外とファンでしょ？うん。まあ、これはファンなのか、まあ、監視してるのか、まあ、そこはご想像にお任せします。でね、遠藤チャンネルがね、この間、びっくりドンキーってワクワクするよねっていう動画上げてたんですけど、これがね、彼がびっくりドンキーに行って、なんかハンバーグを頼んでね、セットを頼んで食べてて、いつもみたいに、カメラをね、どっかに置いて撮影してたんですけど、店員さんに注意されてやんの。バカだね。ほんと、もう、それは面白かった。店員さんナイス。びっくりドンキーの店員さんナイス。よくやった。じゃあね。